コンヨロです。ヨロズのことの葉を愛する古典 VTuber ヨロズ周波です。本日は百人一首の聖地京都嵐山にある佐賀嵐山文化館にやってきました。初めての出張版となります。佐賀嵐山文化館様のご協力のもと動画を作成しております。こちらが佐賀嵐山文化館の外観になります。カフェも併設されているので後で見に行ってみましょう。佐賀嵐山文化館は嵐電嵐山駅から歩いて5分ほどのところにあります。すぐそばを大井川が流れている、とても景色の良いところです。近くには渡月橋もありますね。京都を代表する観光地の一角にあるのが佐賀嵐山文化館です。こちらは小倉百人一首や日本画の魅力を伝えるミュージアムです。実は百人一首の編者である藤原の定家が百人一首の編纂作業を行ったとされるのがここ佐賀嵐山なんです。定家の山荘しぐれ亭がこの辺りにあったと言われています。そんな百人一首が生まれた場所にある日本で唯一の百人一首のミュージアムがここ佐賀嵐山文化館です。では早速中に入ってみましょう。こんにちは。よろしくお願いします。まずは常設展から見ていきましょう。こちらでは百人一首の歴史を学ぶことができるんですね。ちょうど今放送されている大河ドラマ光る君への主人公である紫式部の歌です。百人一首カルタがたくさん並んでいます。17世紀から19世紀。17世紀といえば江戸時代ですね。百人一首がカルタとして親しまれるようになったのは江戸時代からと言われていますが、当時からこんな素敵な札だったんですね。絵も文字も綺麗なので絵画のように飾っておきたいです。こちらでは百人一首が生まれてから現代までの歴史が説明されています。明月記の複製も展示されています。明月記というのは定家が少なくとも56年間書き続けたとされる日記です。明月記には定家が宇都宮頼綱のために色紙の制作を依頼されて和歌を選んだことが書かれています。それが百人一首ではないかと言われているんです。次は室町時代になって百人一首が注目された頃の話です。定家の子孫である二条家の人が二条流の華道の正当な継承者であることを示すために用いられたのが百人一首だったようです。そのおかげで百人一首は華道の入門書として地位を確立していったみたいです。ここではカルタが展示されています。やっぱり何度見ても美しいです。額縁に入れて飾りたいです。そして江戸時代になって庶民の間で百人一首がカルタとして普及したことが書かれています。有名な古典文学はたくさんありますけど、その中でもやっぱり百人一首が一番有名なのはカルタとして遊ぶようになったからというのが大きいですよね。百首しかないというのが庶民にとってもゲームに組み込みやすかったのでしょうか。頑張れば覚えきれる数というのも良かったのかもしれません。ここではスゴロクが展示されています。中央には和歌の守護神三柱が書かれているらしいです。あ、本当だ、和歌三神って書いてありますね。これでどうやって遊ぶんだろう。遊んでみたいです。最後は競技カルタについてです。僕も学校でやったことはありますけど、大会に出られている方たちの競技カルタはもう別物、スポーツですね。こちらの佐賀嵐山文化館でも毎年ちはやふる小倉山杯という大会が開催されているようです。次は第6回です。どなたが優勝されるのか楽しみです。カルタという形で現代でも親しまれているというのはすごいことですね。そしてこちらには百人一首の和歌と歌人の人形、そして英訳された和歌が展示されています。和歌を英訳しているって面白いですよね。表示の仕方も工夫されていて、和歌に込められた気持ちが英語で表現されています。そういえば百人一首の歴史の解説パネルにも英訳された説明が書かれていました。さすが京都、海外の方でも日本の古典文学を楽しめるようになっているんですね。
すごいです。では僕の推し聖少納言の人形を見てみましょう。衣装ももちろん素敵ですけど、動きがあっていいですね。上を見上げているのが聖少納言の明るい性格を表しているように感じられます。一人一人表情も装束も動きも全部違うんですよ。皆さんもぜひ自分の推しの歌人を見つけてみてください。百人一首の和歌について一首ごとに丁寧に解説されている本も置いてありました。気になる和歌を見つけたらここで調べてみることもできるんです。百人一首に詳しくなくても楽しめそうです。ここからは企画展を見ていきます。今は佐賀嵐山花鳥園という企画展が開催されているようです。鳥の日本画が展示されています。こちらは子ガモの絵です。オスからメスへ求愛する時の鳴き声が聞けるようです。絵画を楽しむだけでなく描かれている鳥の解説もあるのは面白いですね。勉強にもなるし楽しいです。こちらも素敵な屏風です。平安時代の歌人たちが見たらいろんな和歌が生まれそうです。企画展を見た後は2階のギャラリーへ続くみたいです。行ってみましょう。こちらが2階のギャラリーです。屏風や掛け軸などが飾られていてとても素敵な空間ですね。この場所でカルタの大会が開催されたり講演会が行われたりするようです。2階からの景色もとても素敵です。大井川が一望できてまるで大きな絵画のようです。1階にはカフェ嵐山面影テラスも併設されています。美味しそうなメニューがたくさんあります。僕は抹茶のかき氷を注文しました。トッピングも1種類自由に選べるとのことで小豆を選んでみました。かき氷は夏限定のメニューのようです。ではいただきます。お抹茶の部分が苦くて美味しいです。本当にお抹茶の味です。甘いのがお好きな方はアイスか練乳のトッピングがいいかもしれません。普通のかき氷の上に抹茶氷を削ったかき氷がかかっています。ふわふわで美味しいです。夏に訪れる際はぜひ食べてみてくださいね。カフェの横にはミュージアムショップもあります。僕は歌人の絵が描かれたクリアファイルと定価のポストカードを購入しました。その他百人一首や企画展に関するグッズや書籍などを購入することもできます。ではここからは佐賀嵐山文化館副館長の竹本さんにお話を伺っていきます。竹本さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐賀嵐山文化館副館長の竹本です。実は百人一首を3歳から